時、心の奥で目覚めるヒーロー、飛び立つのだ振り向かずに、タグを輝けた精神をコントロールされていたギャラクシー・ルナは恐るべき殺し屋としてダグオンに襲いかかった。だがターボカイは苦しい戦いの末ヒドーに傷を負わせ、ついにルナを奪還することに成功した。禁断の超合体だな。どうだ、アルガイア兄弟、これで俺たちの強さがよく分かったろう。デグ、お前たちは俺たちに任せねえ。これだけの宇宙人が揃えばあんな小僧ども一ひねりだ。無謀の死がほざくな。なんだと。何のつもりだお前ら。受け取れ、捜査へのご褒美だ。超ブラックホールデスミキサー始動。おめえらみてえな無能な宇宙人が何匹いたって無駄なんだよ。俺が欲しいのはこの世で無敵の宇宙生物一体だけだ。合成宇宙人ゼルマーの誕生だ。ねえ、宿題やってきた？算数のドリルが分かんなくってさ。酔っ払いかな？こんな朝から。お兄ちゃん、こんなとこに寝てるとおまわりさんに怒られるよ。だらしねえな。話しかけるな。ちくしょう。この痛み、受けた屈辱、必ず晴らしてやるぞ、ダグオン。本当か？俺のパワーダグオンに新しい合体があるって。はい、偶然見つけたんですが、まずこれを見てください。エン先輩のダグファイヤーとファイヤーショベル、ファイヤージャンボ、そしてダグベースか。はい、今までと違ってこの合体システムにはダグベースが必要なんです。ダグベースから発射された超火炎合体光波が3体の合体をサポートして、ほら、パワーダグオンとファイヤーダグオンを合わせることができるなんて、くっしゃ、かっこいいじゃねえか。エンの新しい合体、なんだかこっちまでワクワクしてくるな。くぅ、早く合体してえな。
よし、じゃあ今から実験してみようぜ。お、合体だ合体。ちょっと待ってください。お、なんだよ。この合体システムは偶然見つけたものです。もともとファイヤーショベルとファイヤージャンボは別々のシステムで動いてますから、この合体は計算上だけです。とすれば何らかの欠点が合体システムに存在する危険があります。欠点？合体に？残念ながら。じゃあしばらくはお預けかよ。みんな、ルナさんの意識が戻りましたよ。もう大丈夫です。ルナさん、安静にしてればじき良くなりますから。ゆっくり怪我の治療をするんだな。その傷、私のせいだ。いや、ルナが悪いんじゃない。悪の根源はサルガストのワルガイア兄弟だ。でも彼らは手強いわ。戦力になるものは一人でも欲しいはずよね。ダメですよルナさん、安静にって言ったでしょ。しかしここでは私たちの命令を聞いてもらう。この地球の平和を守る任務は我々ダグオンに任されたのだからな。ワルガイアは私たちが必ず倒す。とにかく今はゆっくり休んでくれ。いいな。でも待ちなさい。カイ、ドントセイ、フォーアファイブ。ワルガイア兄弟か。絶対許さねえぜ。この無敵のエン様がいくらでも相手になってやる。ええ、どうしちゃったのよ。これは大変だわ。な、何すんだ。おい、こら、マリア。うん、じゃねえよ。なんだよ一体。ものすごい不吉な層が出てるわ。あ？お金、健康、勉強、恋愛、全部どん詰まり、よろず災い事が降りかかる最低最悪の日のはずよ。水晶に嫌な影が出てるでしょ。影？ほら、ここに。どこに？だからここに。だからどこに？あんた目が悪いじゃないの。ね、こんな安物で何がわかるってんだよ。こら、話しなさい。その水晶は恐れ山の3年品質保証付き5年ローンの。あんたね。これでわかったでしょ。今日は最悪の運勢なの。水晶様は全てお見通し。うっせえ、お前がぶつけたんだろうが。何よ、人がせっかく心配してあげてんのに。お前に心配なんかされたくねえよ。余計なお世話だ。元はといえば、縁がそんな不吉な顔してんのが悪いでしょ。縁起でもねえこと言うな。インチキ占いの後は言いがかりかよ。インチキですって、聞き捨てならないわよ、その言葉。へえ、インチキをインチキって言ってどこがおかしいんだよ、カルト娘。このインチキじゃないんなら証拠を見せろよ、証拠。変だ、言い返せないでやんの。インチキだ、あそれインチキだ、あそれインチキ、インチキ、インチキだ。オカルト娘。もう知らない。なんか死んじゃえ。な、なに。
今のガキ。なんだあれは。あんな宇宙人見たことがないが。敵の偵察は我々が行う。お前はパニックが起きないようみんなの避難場所に向かってくれ。わかりました。気をつけろ。今までの敵と何かが違う。考えすぎだって。あんな邪魔っ気なのすぐに倒してやるぞ。来たぞゼルマン。ダルマサク。何？そっちがその気なら一気に行かせてもらうぞ。行くぜ。ダルな、なに。あんなものの直撃を受けたらひとたまりもないぞ。大丈夫かな先輩たち。サンダーライ、いいところで出会ったな。こんな時に。おっと動くな。教えてやろうか。こいつが今どこに逃げているかをな。俺は知っているぞ。こいつを殺すのは簡単なことだ。俺の力ならこの場で一瞬なあライちゃん。どうだ。ダルオンマッサン。今でも調子に乗ってんじゃねえぞ。パワードリルアーム。なんてやつだ。ドリルアームでも貫けねえ。どうした？抵抗しねえのか。お前も竜やカイと同じだな。こんなクズどもが俺に傷をつけるとは許せねえ。死ねえ。ぺちゃんこかよ。まるで虫けらだぜ。だ、落としてくれ。ダニー。ゴー。ダグロ。こうなったら最後の手段だ。行くぜガンキット。
嘘だ。ダグオンが負けるなんて、ダグオンが。嘘だ。嘘だ。ダグオンが。嘘だ。無茶するわね。お互い様でしょう。刑事ですから。生言ってんじゃないの。ダグウェーブ照射。ダイ、遅くなりました。あいつを抑えていられるのはわずかです。こちらで誘導しますから、あの合体を。よし、いつでも来い。超火炎合体効果、発射準備。発進スタンバイ。準備完了です。 OK。 ファイアージャンボ発進。超火炎合体効果発射。いつもと違う。ダグを抹殺。直撃を受けた。なぜ避けない。エン先輩。おお、やったな。桁違いのパワーだ。どうした、珍しくおとなしいじゃないか。エン！エン先輩、どうしたんですか。一体何が。おそらく絶大なパワーを手に入れる超火炎合体は、その代償として急激にエネルギーを消耗させるのよ。
縁の体がそれに耐えられなかったんだわ。さっきはちょっと言い過ぎたかな。すまん、マリア。部屋を借りるぞ。何？どうしたの？ねえ、冗談やめてよ。これが冗談に見えるのか？先輩を看病し続けるマリアさん、その間にダグベースがマドウとゲドウの攻撃を受け、動力炉が大爆発寸前です。ついに奴らが直接地球に現れやがっただと。クソ、しかも俺とマリアは非道の野郎にいたぶられ絶対絶命だ。その体で戦うなんて無茶です。エン先輩、次回勇者指令ダグオン割れたダグテクター。とうとう俺の正体が